結局この筆差しした盛り上がりをハード 1L から研磨したのでは消えなかったので、1200番と1500番で表面を削ってから、この 1L と 2L で磨いてます。まあ、あんまりこう盛り上がったのが見えなければいいかなと。あとは問題はこの磨き傷みたいのが残んなきゃいいんですけど。ガサツなんで怒られちゃうかもしれませんけど、ちょっと片手なんで。で、磨いて、手でもこうやって磨いてみて、まあ、このポツポツ塗ったところがそれなりにはちょっとこういうとこ残ってますけど、筆差しの跡が、見えなくはなりました。では剥がしてみます。後で編集します。やったのはこことこことここと1、2、3、4、5。ちょっと拭いてみます。なんだこれ。1L で磨いた時のあれですかね。やっぱり傷っぽくなってますね。これやばいんじゃない？これ。なんだろうこれ。CL でやったやつなんで、ちょっと2L で磨いちゃいます。
こことこことここと、なんか、ま、叱られてしまいそうな結果になってしまいました。あとでもうちょっとしっかり磨いてみますけど、まあまあかんな、塗ったままよりはいいけど、なんかツヤが消えちゃったみたい。失敗なのかもしれません。